トラブルダークネスアイドルレボリューション。はい、どうもこんにちは、サルウィンです。トラドルの実況をしていきたいと思います。今日もちょっと渋い声で始めていきたいと思います。なかなか大変だけどね。渋い声ね。なかなかね。いや、まあもうちょっと私が年取ったらもっと渋くなるのかな。そんな感じでいこうかな。今日はね、SS 行きましょう。ストリートセッションだよ。みんな大好き、ストリートセッション。本当かな？ちなみに、現在11勝1敗。12戦やって1回負けてます。現在2位。あと残すところ3戦だけ。今日の10時に全てが決まります。ここボーナスラら4倍なんで、で、相手の方も7位、13位、9位と。多分いけると。これで私は UR。リーグに上がれるんじゃないかなと。よかったな。ちょっといろいろね、失敗があったんで、まあその辺も含めて、まとめていきますか。いや、今回ね、まあ先にちょっともう一回見ようか。言っちゃなんですけど、マッチング運が良かったかなと。多分、このキツネさん以外は多分私、ほぼほぼ、まああんまり、言っちゃなんですけど、あんまり知らないというか、まあ上位陣として知らないという時点で、まあ、マッチング運が良かったかなというところですよね。まあ、あんまり細かく見てないんで、ちょっとまあ、見ていきましょうか。あ、くしゃみ出そう。あ、くしゃみ出たらごめんなさい。実況中にくしゃみする。まあ、それはそれでいいんじゃないかな。私の実況はね、っていうか、飾らない実況でいこうと思ってるんでね。第1戦目から。ゆいが 1.2 倍でした。いきましょう。小手川さんが 1.2 倍。1.2 倍のところは、あまりね、意識しないようにしてますよ。タンデッキは踏まない。なるほど。これはいただいた感じでしょうかね。で、私の小手川の枚数が、1、2、あ、2枚ですね。1.2 倍はほぼ見てないですね。1.5 倍からは半数ぐらい入れようと思ったんだけど、固定側のカードそんな強いカード持ってないんですよね、実を言うと。結構種類持ってるのにね。はい。これはまあ、いただいたでしょう。この差からスタートですし、レベル差も見れば。まあ、ちょっとこれは待ちでいいですかね。っていうかね、ね。UR がここにあと2枚いるはずなんだよな。最高に気持ちいいライブにしちゃうぞ。はい、ビリオントーン。おうほうほう。ちょっと重いね。オーシャンフォール。ほう。あまり刺さらないよ。感謝の気持ちが届きますように。ダンシングワールド。イエス。一緒に盛り上がりましょう。はい、来ました、とどめの一撃。てかめちゃくちゃ重いんだけど。大丈夫かなこれ。飛ばしていかないとダメだね。はい、圧倒的。おお、なんかこの目は初めて見たかも。いいね、ミリオンボイスか。クールステップ。おまけ来たー。おまけ発動する。たまにあるんだよね、こういうのね。だから本当はね、ストリートセッションをガチでやるんだったら、こういうところで、ね、本当に抜いとかなきゃいけないですよね、ちゃんと。また駅場にぶち込むなり、まあ、レッスンしちゃうとか、移籍するとかね、しないといけないんだけど、結構応酬激しいのかな、このパートはね。はい、エメラルドキッス。まあ、いただきましたと。やりました。イエーイ。まあ、サクサクいきますか。2戦目。はい、ここも引き続き固定側が 1.2 倍です。失礼。ちょっとね、風邪気味なんですよね、ほんと。よくないね。始めます。夏風こじらせてまーす。おーっと、レベルはなかなか、これは結構接戦になるのか？見させていただきましょう。相手の小手側が1枚。なるほど。小手側の枚数では私の方が一応勝っている感じですね。なので、キャラクターボーナスは勝ってるでしょう。特性ボーナスは、まあまあですね。で、相手がダンスタンだと。
なるほど。まあ初期値はね、私が勝ってますからね。これはまあなんとかなるかなってとこですか。うん。まあ相手のだから、ダンスのデバフとこっちのデバフがどうなるかですよね。ほうほう、ダンシングステージ。ここはでかいな。これだから、ちゃんとまあ勝ってるってことは。まあ、ダンスに対するデバフを刺したでしょうと。うん。刺していったんでしょうと。うんうん。どこですかね。いやちょっとね、寝起きではないんですか。おー、素晴らしいダークネス。寝起きではないんだけど、ちょっとね、やっぱ取っていくうちにあくびが出ます。もう手法ですよ。はい。もう気にしないでね、あんまり。うんうん、まあ、なかなかのブスだし、悪くないね。さあ、ここからどうなる？おっと。オーシャンホール。まあ、これはあんま刺さんないな。うん。悪くないっすよ。ね、はいはい。まあ言うてまだ結構まくってるからね。一緒に盛り上がりましょう。あ、今い今い、言わけわかんない、今いって、うまい、いいですよ。これはこれで結構差つくよね。イエース、13万。これは割ととどめさせた感かな、これで。ほほう、マントルホール刺さりませんよ。やっぱこれはね、単純じゃないというね、うん、メリットかな。444。うん。私大好き444構築のメリットかな。うん。なんだと？ハイパープルダンシングか。なるほど、なるほど。うんうん。あ、この7、初めて見たような気もする。あ、初めてじゃないか。多分。いいね。はいはいはい。まあでも言うてこの辺で終わりでしょう。まあスキルもだいぶお互い発動したからね。はい、やりましたと。まあこれは構築の勝利なのかな、一応。そう感じ、そういうふうに思いますね。重いぞ。重いな。これ一気に12戦取るのはさすがにちょっと考えた方がいいかもしれない。ここね、キツネさんに負けてますね。行きましょう。スキルの発動差がね、ちょっと目に見えちゃったけどね。でもこれ多分ね、キツネさんの方が格上だと思うんですよね、私より。うん。始めます。まあでもレベルは私の方が高いのか。あー、で、相手の小手側の枚数が、1、2、3、4枚か。なるほど。これでキャラクターバランスも上げてるでしょうね。はいはい。多分初期値は負けて始まるのかな。キャラクターボーナス、ちょい負け、特性ボーナス、あー、アクト寄りなんだね。これはさ、どうなんだろうね。一応初期値は私勝ってますよ。うん。これだから、まあ、スキルゲーだったのかもしれないってところかな。格上ではなかったのか、もしくは、だから同等だったかもしれない。同等の上でスキル発動ゲーだったのかと。まあ、キュートアクション。うん、私より、まあ、育成してる感じですね。まあ、ほぼほぼですけど。うん。だから、相手のアクトのバフが強くて、私がアクトのデバフさせなかったっていうのが、多分、まあ、まあ、そういう見解でいいのかもしれないですね。うん。はい、いきますよ。ああ、でも悪くないじゃんね。グランエメラルドバーストね。これさ、これ結構十分な差しっぷりですよ。これでまた戻せるしね。悪くない流れじゃないの。うん。はいはいはい。こっから負けるんすかって感じだよね。うん。ふむふむ。アニバーサリーアクション。はっはっは。それだけ。格上だ。この時点で、よう、確定で格上だと。あ、格上さんでしたね。なるほど。これはダメだ。これはきついか？厳しい戦い。それでもね、まだこれで負けが確定するわけじゃないんだけど、なるほど。あ、察し。格上だ。完全に格上だ。課金さんですね。なるほど。私の及ばないところかな、これは。
これは潔く負けを認めなければいけないかもしれないね。仕方ないかと。仕方ありませんねというヤミちゃんの言葉が浮かびますよ。なるほど、食らいついていきたいな。でもアイドルとしてみんなに笑顔を届けたいな。今日はメガイエローインパクト。いやーでもこの差はきついな。厳しいね。はい、これはね、潔く負けを認めなければいけないところかもね。うん、いやー食らいついてるとは思うよ、頑張って。うん、食らいついてるとは思うけど、これがカティンとビカティンというか、ほぼ無カティンの差ですかね。はい、エメラルドチェイス。なるほど、なるほどね。まあ仕方ないかな。まあ私頑張ったと思うよ。うん、うーん、はい、じゃなかった。オメガイエローキスとレベル高え。はい、すいませんでしたって感じですね。調子に乗りましたみたいなね。まあこの敗北は仕方ないだなと。これは完全に格上と言いますよ。格上さんです。すいませんでした。手直しておきます。頑張ります。いや、このだけのスキル発動差があってもうなずけますよ、これは。仕方ありませんねと。仕方ありませんね。はい、まあ、この一杯はね、もう胸に刻むとこですね。仕方ないと。次4戦目、みかんが2倍でした。いきましょう。まあ2倍なんでね、まあ半数ぐらいは入れてもいいんちゃうんかなということで入れてます。確か始めます。クヤ城、レイドさんかな。相手みかんあんま入れてないね。はいはいはい。ファーオーラスがそこそこ。これはまあもらったかなって感じですかね。これちょっと待っていきますか。こっちのみかんが確かほんきれいに6枚入れたんだよね。1、2、3、4、5、6枚。そうですね。まあ2倍ぐらいだったらね、半数は入れてもいいでしょう。まあ、結構2倍はですね、変わってきますよね。3万とかでも、ね、6万になるし、UR に匹敵するというか、UR 超えますからね、スペックでも。セカンドインパクト、はいはい。なるほど。あ、このララあんまり見たことないかも。最高に気持ちいいライブにしちゃうぞ。シャイニングスマイル。アイスステップ。まあ、そんな刺さりまへんからね。私が人を笑顔に。はい、誓いのキッス。アイドルとは不思議です。ダンスイングアリーナと。なるほど、相手ダンスターンなんだよね。まあまあそこそこの上昇値と。一緒に盛り上がりましょう。はい、ミヤクのキッスとか。これダメ押しですね。100万超えるかな。あ、100万いかないか。あれですね、スカイステップと。はいはい。まあこの辺は軽視的です。素敵ね、スキルだからね。増加系とかは怖くない。アイドルとしてみんなに笑顔を届けたいな。ホットアクション、これで100万いくかな。ダメ押しですね。いけますね。という感じですね。失礼。やりました。やっぱちょっと風気味なんよね。良くないな。飲み物とか飲んだ方がいいかも。まあ、ほんとね、実況者というのをやっていくんであれば、空気清浄機とかもね、部屋に置いて、ちゃんとね、ほんと、喉に気を使いながらやっていかないといけないんだよね。はい、ここもみかん2倍。2倍、2倍。まあ、ちょっと声変えていくのもいいかもね。喉に気を使うのね。ノースさん。まあ、ここもみかんの枚数的にもまあ大丈夫でしょうってとこですかね。これもまあ勝ち格と言えるかもわかりませんね。キャラクターボーナスも幸いかなりつくでしょうし。はい。まあこの時点でほぼほぼ勝ちは見えたかなと。さあ行きましょう。ライブスタート。まあここからちょっと気分を変えて、声を変えていきたいと思います。何事も挑戦だね。セカンドインパクト、いくぜ。刺していく。ワールドソング、なかなかいいスキルを持っているね。
やるじゃないか。はい、エメラルドジャンプ。ほほう。まあ、これ、増加とか低下系はあんま怖くない。あ、低下じゃなかった。増加と減少だな。はあんまり怖くないと。グランエメラルドダンシング。やるじゃないか。最高に気持ちいいライブにしちゃうぞ。コースもジャンプをさしていく。悪くないだろ。え、ここで勝利だ。やりました。やりました。サクッと行く試合は嫌いじゃないぜ。第6戦はここもみかんが 1.2 倍だ。さあ行こうか。マイティーポー、マイティーソーみたいな。始めます。はい。あー、これもまあいただきですかね。まあこういう方もね、頑張ってるんでしょうね。レベルが低くてもまあね、課金が強かったりとか、育成頑張ってるとかっていうパターンもあるでしょうけど、それでもやっぱ厳しいかもしれないですね。SSR リーグ上がって上位陣に揉まれてヒーヒーっていうパターンは、まあここもだから UR リーグが追加されることで改善されていくんじゃないかなというところですかね。まあ6つにね、人が分かれればだいぶ変わってくるんじゃないかね。UR、SSR、SR、HR、R、あれ ?5 段階違うか、スマッシュに、何やっけ ?NN リーグだっけあるんだよね、多分。うん。だから6段階に分かれるから、まあちょうど良くなっていくんじゃないかなと。うん、みんな適材適所に振り分けがされるんじゃないかなと。イントロスドボーイスと。いきます。ダンシングステージ。あれもまあ、もう安心して見てられますよね。アサウザンドトゥーン。お発動だ。なるほど。何事も挑戦だね。ブーストリン。オメガパープルフォール。あ、これは新しいカードじゃないか。やっぱり課金してらっしゃるのか、この方は。やるじゃない。まあ、だからこそこの順位にいると。取り付けは完璧です。マントルフォール。最近、ヤミちゃんの育成始めました。セカンドインパクト。ここで、試合終了と。やりました。やりました。完成がいい感じだね。次、第7戦。ここはボーカルが3倍いきますか。あー、まあ1回で取っちゃおうか。うん。ちょっと重いのが気になるけど、まあなんとかなるでしょう。まだ強要できる重さというか軽さというか。始めます。カンさん、変わった名前。ボーカルが3倍なんで、3倍ターン、3倍ターン何やそれ。競馬かな、競艇かなみたいな。キャラクターボーナスはまあまあ、ここはまあでももういけるんじゃないかな。うん、この際あったらまあこれもデッキレース感があるかな。うん、大丈夫でしょう。安心して見てられるはず。まあ相手結構あれだもんね、ボーカルに振り割ってないもんねこれ。うん。振り割ってない、割り振ってない、どっちだ、割り振ってないかな。私が人を笑顔に。はい、誓いのキース。アイドルとは不思議です。ほほう、ゴッドソング、なるほど。いきます。スウィートソング。いきます。スウィートソング。やっぱね、サポートスキルも育成すればね、こうやってね同スキルと言えないからね、やっぱこうやってちゃんと2つとも発動できるのは強いと。ハイパープルジャンプ、なるほど。なかなか見ないイラスト、嬉しいねこれ。見たか、私の華麗な身のこなし。マリオネットボイス。これは逆に相手がボーカルタンじゃなかったから救いがあったのかというところが、まあ言うてかな。もう100万以上差ついてますからね、超安心。パペットボイス。まあ大丈夫でしょう。グランエメラルドキス、なるほど。リアルじゃない。まあといったところで勝敗が決まると。やりました。やりましたと。
はい、お釣りサクサク入れていいね。第8戦ここもボーカルが3倍と、やっぱちょっと重いな。重いっすね。はい、オンラさん、エンラさん始めます。あ、これもまあ大丈夫ですよね。まあ言うて初期値はほぼほぼ一緒ですが、こっからの上乗せがでかいと。しかも相手はボーカルタンじゃないと。これもいただきですね。うん、やっぱりね、ボーナスは生かすべき。でかいですからね、やっぱこんぐらいの値になってくると。イエス、まあ、これも巻きでいいでしょう。ほぼほぼ勝ち確。まあ、こっからね、単じゃなくて、まあだから、こっちがね、デバフ発動、あ、じゃない、バフ発動しないで、相手がデバフさしまくりやったら確かに、まあ、もしかしたらってのもあるけど、そうそうね、ないですからね。インターレストバイス、まあ、この程度はスルーできますね。減少系は怖くない。低下系は怖いが、減少系は怖くない。どうでしょう。ハートフォール、いいですよ。これは同色も目立ってますからね。そのつもりで入れてますよ、もちろん。カラフルスマイル、怖くない。私が人を笑顔に。近いのです。よく発動する。素晴らしい。アイドルとは不思議です。いいですね。勝利への誓いといったところですか。いいですね。見たか。私の華麗な身のこなし。連勝宣言。あれ？ああ、これ自分とかびっくりしたわ。なんで？と思っちゃったもんね。それ喋ってたもんね。行きます。はい、ソイトさんがもさしていくダメ押し。200枚いきますよ。ここで勝利と。やりました。イエス。まあ、これはまあね、いただきってとこですね。はい、第9戦、ここもボーカルが3倍です。おー、衣装頑張ってるな。衣装って本当はね、後回しの方がいい気もするけど、ラプターさん、なんか前も戦ったことがあるような気もする。で、また相手がボーカルタンじゃなくて、ここの3人ともボーカルタン選ばなかったんだな。まあ、まあ、レベル的にもね、枚数が揃ってない可能性もありますけどね、始めたばっかというか、始めてもね、そんなに経ってないという感じなのかもしれないんで。うん。これはまあ、ちょっとマッチング的に若干申し訳ない気がしなくもないですけど、まあ、言うて私なんかほぼほぼ無課金ですからね。うん。まあ、そんな感じなんでね。まあ、以上私は個人的にも頑張ってるつもりだから、まあ、それを自分で言っちゃいけない気もするけどね。はい。このパフォーマンス見て見て。迷惑のキース。ああ、なるほど。これ発動するのなかなか珍しいね。ボーカルタンならではですね。このララが発動するの。ハイジャンプ、はいはい。最高に気持ちいいライブにしちゃうぞ。ブリリアントラン。あ、そういえば気づいたらあんま声変えてなかったからね。プロチの宣言。なるほど。やるじゃない。私が人を笑顔に。地下命です。アイドルとは不思議です。本当常連感があっていいね。素晴らしい。私の華麗な身のこなし。マリオネットボイス。これも同色メタだったね。そして喋らないエンジェルソング。そろそろ喋ってほしいよね、実際ね。うん。おお、グランイエローインパクトか。やるじゃないかい。出してくるね。やりました、やりましたと。でね、残りこの3つもうそれ取っちゃうけど、ここね、デッキでこのままね、ボーカル3倍で突入しました。ララが 1.5 倍でした。はい、いやー、勝っててよかった、本当に。俺ここでどうしようかなと思うね。 UR リーグ上がれるかもってね、とこでね、やっちまったと思ったからね。始めます、うん、ひとしさん、ジンさん、うん、あー、相手がきっちりララ 1.5 倍でララタン組んでますね。まあ言うてね、ララタンにする必要はないかもしれないからね。うん、1.5 倍程度だったら半数でいいかなと私は思ってます。まあ本当にララが育ってるのが別ですけど、はい、キャラクターバンスも上げていると。はいはい、もろもろが、まあだから初期値はさすがに負けると。でもあんまり大差なくてよかったね。さあ、こっからですね。さあ、どうなる。だからまあ、ボーカル、こっちがちゃんとしっかりバフスキル発動して相手のデバフ刺さらなければ確かにチャンスはあったかもね。見たか、私の華麗な身のこなし。まあ、マリオネットボイスね。これが相手がまあ、うん、まあ、これはほぼほぼあんまり刺さらないよね。
ダンシングドーム、なるほど。はいはい。まだでもこれだとそんなに差はつかないかな。うんうん。まだ前でダンス寄りか。私が人を笑顔に。あ、ベリオントーン、これでかいね。アイドルとは不思議です。まくっていく。スカイジャンプは全然いいですよ。はいはい。この辺のスキルは全然構いませんね。なるほど。で、キュートアクション。はいはい。これも全然いいですね。相手多分ダンス寄りだからね。うんうん。ああ、でも危なかったね。うん。危なかった。これはね、負けててもおかしくなった。うん。はい。負けててもおかしくはなかった勝負でしたね。はい、お次。ここも奇跡的に勝ってると。しかも4位の方だからな。よく勝ったな。ほんと。ああ、結構ね、衣装揃えてますね。始めます。桜剣さん。あ、これさっき、あれだね、読んだね。あー、なるほど。お互いにボーカル3倍で突入したんだね。ボーカル3倍のまま。よかったー。仲間がいた。うん。わー、でもキャラクターボーナス。あー、でも違うのか。ガーラに絞ってるんじゃん。そうだね。あー、なるほどね。これは、よく勝ったな。さあ見ていきましょう。失礼。全開でいきます。コアホール、これは刺した、これは刺したね。ここのコアホールは強いぜ。イエース。これはね、勝敗を分ける一撃と言っても過言じゃないかもしれない。ほうほう。おー、ベリオントン。これはわからないね。はいはい。まくられていく。さらにこっから。ゴッドソングを発動。もう未だにのね、4なんだよね、これ。早く5にして、とりあえず。ハートソングね。やるね。あー、熱い勝負だね。これはもうちょっとゆっくり見ていこうか。こういう熱い勝負は嫌いじゃないぜ。まくられていく。まくられん。ん？うん、なんでもない。へへへへ。テンションがおかしいのは夜だから。ほう。あった、これもでかいね。マリオネットボイス。でかいね、でかいね。12枚だからね。あっはっはっは。252,360 のマイナスで、稼ぎで、決まったね。決まった。ほう、まだ食らいついてくるか。あ、スイートソングか。あった、レベル5か。この程度だったら構いませんね。多分レベル20とかも入ってたんだろうけどね。こっちが発動したのは構築ミスかといったところかもしれないね。まあ言うてでかいね。だからあえてデッキに投入しないというね、プレイングというか構築もあるからね。さあ、はいはい、まだ行くぜ。私が人を笑顔に。追い打ちをかけていく。誓いのキス。不思議です。まだまだ行くぜ。イエス。というところで勝負と。勝負じゃねえ。やりました。勝利と。危なかったかもしれないが、これはお互いにね。でも分かんないな、意図的に組んでたかもしれないしな。はい、ここも同じく設定ミスをしてるけど、まあ言うてね、 1.2 倍ぐらいだったからね。ボーナスがまだ良かったよね。実際始めます。立花美琴さん。あー、これはいただきましたね。いや、よかった。相手もね、ほんとね、よかった。いやー、やっぱ設定見し忘れることみんなあるよね。うん、あるある。あるあるですよ、これは。SS あるあるってことにしときましょう。いやー、マジ助かった。ありがとう。うん。よかったよ。うん。寝たんだけどな、眠いな。はい、行きましょう。はい、エンジェルソング。いえ、ここは負けでいいでしょう。さすがにね、負けないと思いますよ、これは。うん。アイドルとして、ガッドソング。
何せね、こんだけね、レアとかが入ってますからね。応援ありがとな。ハイパープルフォール、強い、強すぎる。ほほう、ゴッドソングだ、なるほど。あー、これゴッドソングなんだ。でもなー、うん、はい、まあこれはね、デッキレースと言っちゃなんですけどね。やりましたと。はい、いやー、長い、長かったね、ちょっとね。長いって言っちゃったけど今その感想かみたいなね。そんな感じでね、残り3戦もね、この調子で頑張っていきたいと思います。残すところあと3回なあ、頑張っていけると思います。相手的にもね、まあそこまで上位陣じゃないと思うんでね。はい。てかこれね、もう6個になってるからね、もう下が見えないっていうね。まあ UR リーグ頑張っていきたいと思います。はい。じゃあここで今回は終了したいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイっす。